じゃあ、続きまして、セクション 2.1 で2の不動小数点数という話に進みたいと思います。で、まあ、整数だけですね、その計算機で扱っていれば十分な世界というのも、まあ、あることはあるかもしれません。例えば、まあ、その銀行の預金をこう集計したりする際には、日本円は基本的に整数単位ですから、その整数だけあれば計算はできるかもしれませんけれども、でもまあ銀行もですね、我々顧客の預金だけを扱っているわけではなくて、その金融商品もいろいろ扱っておりまして、そうするとこう利子がついたりとかですね、いろいろ実数を使う機会があるわけですね。で、そういうことで、まあ、計算機では一般にその、まあ、整数だけを使えばいい世界もありますけれども、実数も必要とするような世界が、まあ、もあるし、結構それは一般的ではないかというふうに思います。そうしますと、まあ、実数はですね、その、まあ、厳密に計算機で表現する方法っていうのも あることはありますけれども、なかなかそういうやり方っていうのはしばしば結構仕組みが複雑になったりするわけですね。で、一方で、まあ、有限桁の数で、まあ、実数を近似することでこう計算の効率が上がったりとか、それからその計算の手順が割と単純になったりとかいうメリットがありますから、ですので、まあ、計算機を使っているその世界では、その実数を有限桁 の数で近似するということが、まあ、よく行われています。で、その実数をですね、有限桁で近似するアイデアを、まあ、ちょっと皆さんがですね、仮にそのじゃあ先ほどまでの整数の世界が与えられたとして、まあ、その範囲の知識を使って、じゃあ実数を近似したらどういうふうにしますかっていうふうに聞かれたら、まあ、どういうふうにやるかっていうのをちょっと考えてみるといいかもしれません。で、例えばその実数の近似のアイデアとして、ここに挙げました例がありますけれども、ここの例ではその、まあ、例えばこれは計算機の世界をちょっと一旦離れて、その我々の受信数の世界でこうちょっと物事を考えてみるんですが、受信のその10桁の受信数でその実数を近似しましょうというときに、まあ、パッと思いつくのは、その、まあ、10桁のうちいくつかの桁は整数部分、残りの桁をまあ小数部分に分けて、それで、まあ小数をある精度、実数をですね、ある精度の小数、ある程度の、ある一定の精度の小数で、まあ、表しましょうという、まあ、アイデアを考えると、まあ、こんな感じになるかと、一例ですけれども、なるかと思います。で、ここでは、まあ、10桁の受信数を、その、まあ、整数部と小数部に振り分けるんですが、まあ、まあ、何桁、整数何桁、小数何桁、どういう桁を取り方してもいいんですけれども、とりあえずここでは、その、整数部を5桁として、小数部を5桁として、で、こう、小数を表現してみたと。で、そうしますと、まあ、表現できる数値っていうのは、ここのスライドの下にありますけれども、大体、マイナス10の5乗ぐらいから、その、10の5乗ぐらいまで。で、大体その10のマイナス5乗ぐらいの刻みで、こう、まあ、小数を近似できるということになります。で、これはまあ一つのやり方なんですけれども、で、もう一つちょっとこういうやり方を考えてみましょう。で、ここではですね、見てもらって分かるように、その10桁の数のうちほとんどの桁をこの部分で使ってるわけですね。で、しかも整数部は1桁しかなくって、小数部が 1,2,3,4,5,6,7,8 桁もあります。で、ここでこの表現でミソになっているのは、最後に10のべき乗が
かけられているということですね。で、まあ、この E0 っていうのも、まあ、0から9の範囲を取るんですけれども、結果としてこの10のべき乗っていうのは、このべきの部分っていうのはマイナス5から4までの範囲を取ります。でこうすることで、と何先ほどとどういう点が異なるかというと、まず小数部分の精度が桁数が多いですね。小数部分の桁数が多い。で、整数部分のこの桁数が少ない代わりに、これをこの10のべき乗っていう、まあ割と大きな数の表現で補っているというところが、まあこの表現の特徴です。で、実はこのやり方で表現できる数値も先ほどの例とほぼ同じくて、だいたいマイナス10の5乗ぐらいから10の5乗ぐらいまでの数を表現することができます。で、あと先ほどの数の表し方にない特徴としましては、この数の表し方で、表現した、近似した数ですね、近似すると、その相対誤差がほぼ一定になるという特徴もあります。相対誤差についてはまた後で詳しく説明しますけれども、まあ、これは先ほどの数の体系にはないものです。で、その相対誤差についてちょっと説明しておきますと、これはまあ、絶対誤差っていうのがもう一つあって、それとの比較なんですが、まあ、例えば x を真の値としまして、で、x プライムをその x を近似した値ということにしたときに、まあ、絶対誤差っていうのはその x と x プライムの差の絶対値なわけですね。で、それに対して、相対誤差というのは、その絶対誤差が x、もともとの x ですね、x の大きさにおける割合を比で表したものです。ここまでいいでしょうか。で、実はその先ほどのその2番目のアイディアですね、このアイディアはですね、不動小数点数もしくは不動小数というふうに呼ばれております。で、これは今計算機で現在実数を有限桁で近似する方法として広く用いられています。で、なんで小数点が浮動するのかっていう、ちょっとネーミングで疑問を持つ人もいるかもしれませんけれども、これは、まあ、実際にこの数の体系で、表現できる数をですね、数直線上にプロットして、いきますと、まあ、あたかもその数の絶対値に応じて、その精度がですね、相対精度が一定ですから、絶対精度はこう大きい値が小さいとまで変化するわけですね。で、それの様子がどうもその小数点が動いているように見えるところから、不動小数点数っていう名前がついていると思いますが、まあその辺ちょっと皆さん後で各自で確かめてみてください。で、まあ、それに対して、先ほどの最初のアイディア、これは、まあ、整数の桁数と、小数部の桁数を固定するで表現ですので、まあ、固定小数点数というふうに呼ばれております。で、歴史的には、計算機でもこの固定小数点数っていうのは使われていたんですけれども、現在では先ほどの不動小数点数に比べると、まあ、利用の頻度は限定的であると思います。ここまでいいでしょうか。で、次に不動小数で今のはですね、まあ、ある程度まあ、我々の十進数の世界でモデル化した例を通して不動小数点数っていうのを導入したんですが、ここから先は実際に計算機上で不動小数をどのように定義しているかということを説明します。まずこの V ですね、 V っていう数を表現するのに、まあ、不動小数ですとこういう仕組みを使っております。まず最初にマイナス1の S 乗というので、まず数の符号を表現するわけですね。で、 S はまあ0から0か1の値を取ります。で、次に M の部分がこの
この部分ですね、この桁、ほとんどの桁の部分を占める桁の部分なんですが、これを仮数というふうに呼びます。で、あと次に、B、大文字の B が奇数と呼ばれるもので、まあ、これは10進数だったら10ですし、2進数だったら2なわけですね。その桁、位取りの桁の、その何進数かの部分を表します。で、最後に E がエクスポーネント、指数の部分を表します。ということにしますと、実はその今の表現で不動小数を表しますと、同じ数を表すのにいくつも異なる表し方が得られることがわかります。まずこの 2.9979×10 の8乗というその実数がありますけれども、これは実は真空中の光の速さをメートル毎秒で表したんですが、で、これ実はまあ、この2.9979 の方がまあ仮数部と呼ばれるところで、あと10の8乗がその指数の部分ですね。で、これのその別の表現を得ようと思ったら、例えば仮数を10倍して指数を1減らせばですね、29.979 の10の7乗とも表されるわけです。あるいは逆に、仮数を部を10分の1倍して、まあ、指数を1個増やせばですね、0.29979×10 の9乗というような表現もすることができて、まあ、一通りにこの仮数部とそれから指数を使った表現は定まらないわけですね。で、そこでその計算機での不動小数の表記では表現を1にするために、その仮数部の整数部をその1以上 b 未満の整数で表すというルールを導入しています。で、これによってそのおのずからこの指数が1に固定されるというわけです。で、これが不動小数の正規化と呼ばれる概念ですね。で、その計算機上の不動小数の例を一応定義通りに書き出してみましたけれども、こういうふうになってまして、まず符号の部分はマイナス1の S 乗と、 S は0か1の値を取ります。それから仮数部ですね。仮数部が N ビットとして、この仮数部 M を、仮数部を使って、まあ、今計算機は2進数と考えますから、1以上2未満の数を表すものとします。で、最後に、指数の部分 B は2で、まあ、E が L ビットというふうに表すことにします。で、ここでその仮数部、N ビットの仮数部については、この M0.M1M2 から M の N-1 っていう桁で表すことにして、で、 M0 は常にこう1ということにするわけですね。で、先ほどのその正規化で仮数部は1以上2未満の数ですから、M0 は常に1を取ると。で、それからあとその小数部の MJ は0か1の値を取っていて、で、その関係がこの一番下の行にあるような図になっているということにします。